だから本当に質の確保、タクシーのサービスの質を良くする、タクシー運転手の労働環境を本当にしっかり守っていくっていうんだったら、ちゃんと条件設定してね、その代わり料金とかそれは企業努力に任せると。まあ、これ特提案したね、またどうせ報道で今喋った丁寧に喋りましたけど、業界紙には僕は期待してますけどね、一般紙の場合には橋本タクシー規制緩和とかなんとかってやって、もう明日から僕タクシー乗りにくくなりますよ。それから運転手さんにまた同じ話、これ乗ったところから降りるまでこの話延々繰り返さないとね、橋本さんあれをちょっといい加減にしても、せっかく今料金こういう風にあってね、落ち着いたところなのにまた大阪で規制緩和なんて言ったら、私らの給料どうなるっていう話絶対なるんですから。だからこれは僕が言ってるのは、条件設定はして料金は高くなってもいいですよってことなんです。何でもかんでも下げろじゃなくて、まあ、大阪で一番いいタクシー会社で、これはタクシーの質とそれからタクシー運転手の労働環境も一番いいような、ね、会社に来てもらうというのが特定案の趣旨です。まあ、全国の他の都市との差別化を図るってことなんですけどもね。業界誌ってタクシー業界に配る雑誌なんですか？いや、知らないですか？そしたらもうこれを批判してるところのところから会費をもらってまた新聞発行してるわけです。そういったものでもない。そうですか。じゃあきちっと客観的に、はい、そこは客観的ですので、はい。